さあ始まりました。4月17日ですかね。今日は三重県四日市市ゲームオフで大会をやっております。さあ大会の進行を見ていきましょう。一匹がいるみ、あ、二匹がいるみさん、一匹が NFP、二匹が DM3 連でやっていきたいと思います。さあ開幕から、ガト対ベーベル。さすがにこれガト有利か。さあ前転を張ったがトスが出てない。ダメ足投げてシンガーはつちゃくてつちゃがない。さあダメージ取っているのはやはりガトーの方。さあガンガン攻めてリュウさん苦しそうだ。さあ前転から投げてまたガメ足。さあタチューとして強い。さあ下げミディでベニマル倒しきって登場時はしっかりガード貢献。さあしゃがみしいからだからサンディしっかりつないでいる。さあ B、A、ヒエン、ホー、オーキャクやってガトー残り2割。トツが AC、これ確定か。ジャンシー、さあユリの大下げは強い。大下げ対決制して、さあめくりからサンディまで決めてシン、リュウ、ケン、ヘル残り半分。さあ青い花切れて大きい生命は腰通る。さあ3番に割れてない、超バッキーガス。さあ仕上がり、さあ橋のコンボ、ここはたまるセービングシュート、コシコパン、チョアッパー切り返す、リュウエミさん強気。さあめくりを風に当て水取って残りはリーダーエンザラズク。さあ目の前で生効果出てしまった、まだわからないが、さあちょっと長飛までは当てないが残りゲージ、さあ2ゲージあるので警戒しておかないと痛いダメージを食らいますよリュウエミさん。さあきらめき倒し見えていた、基本コンボしっかり決めて、だがアッパー引っかかってしまって、これは残っている、残っている。さあ当てに見えてました、登場時まだ分からないぞ、まだ分からないぞ遠心。さあ遠心こっちも当たったか。さあ謎の遠心で勝ったのは 2P がビューミさんです。さあ手前側の携帯ハスキー単体はじめのさん、こちらのはじめさんっていう方はね、私の生交代の動画を見てくれて遠征してくれたということですので、かなりありがたいですね。うちなんかの動画で本当ありがとうございます。さあ今日は大会ですので楽しんでいってください。できれば、頑張ってくださいって感じですね。さあ初手はキング対ケンス。さあ開幕キング対ケンス、これはお互い玉キャラだが接近戦も減るので、さあ開幕トラップショットでいいダメージ、中段は前提で考え必死で精神歩前気味長球弾リオズダンが出てしまったが音がねなし。さあ MB チク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 、さあダメージは同じくらい精神と超級弾、この固めは強い MB。 さあ抜き出すのない、さあ腰をからこのダメージ量体力同じくらい。さあ前転手軽がちょっとできなかったが吹っ飛ばし、さあここでクイックシフトでクラークを呼ぶ。さあ超飛が打たれて続った、さああれは中断なんですね、途中で忘れてしまうと食らってしまいます。ここで軍人対決アンブロック食らってしまって、体力リードしているのはラルフの方。はい大きい生命ジャンプ吹っ飛ばし下段ラルフキック、これ見えません。アンブロックはかわしてバンバンバン減ります。さあリバーサ急降下パンチ。さあ残りクラーク少ないが
粘ってまたアルゼンチン6戦目はさあ急遽区がね拒否さあエンディー引っかかってここは体力の多いクラークにやったがシフトコンボここで痛恨のミスさあ吹っ飛ばしてやるか相手に2スキルゲージがありますか3コンボはないのでさあ顔を証拠げよウルトラアルゼンチンバッググリーカーで減っただがまだ2ゲージあるので全然ワンチャンあります吹っ飛ばしさあだがスキルゲージあるからつらいか投げて残りカウント15秒吹っ飛ばしさあ弱変身復脚中身スレッチやったが使ってこのケースを倒せば多分ジャッジが傾くでしょうさあ逆にリョウは殺すしたくないが死んでしまうさあまだ分からないぞトルネードキック冷たくカードガーキャンも使ってしまって最後は戦士っぽで 2T 側の勝利さあ続いての試合見ていきましょう 1P 側トシアン選手 2P 側ヤマテ選手さあトシアン普段でしたらアテナを使っているところですがリーダーガトという線もありますさあヤマテ選手はクーラー、キム、草薙、今日の3キャラバネッサは今回封印していますさあやはりトシアン選手魂キャラ嫁のアテナを持ってきました分かっていますこのキャラの性能をよく分かっています勝つ気がないんでしょうか頑張っていただきたいと思いますがまずはマリンとダックで1スキルスターン2スキルスターンを去って山手選手の初手を倒していきたいところですさあ始まりました初手はマリン対キムこれはキムに軍配が上がりそうな雰囲気ですがしゃがみにヒットしてさあジャンプし強度投げ勝ちで飛燕山さあバックスで距離を取るさあキニーから足上がりさあキムもジャンプ攻撃は強いキャラですがこのマリンというキャラ手ばしこいキャラですのでなかなか捕まえるのが難しそうさあ前方組4点だがキッシーが当たらないジャンプと締めてさあジャンシー遠泳前転はしっかり投げて勝っていくさあ電子のアタックさあ、メインとステップを使って、さあ、コマ投げ出したが、前転されていた。さあ、ダック、まずはこのキムを倒していきたい。ビートラッシュを決めて、まだちょっと残るかな。さあ、置き目どうしていく。さあ、ゲームなんですけど、お互い、使ってしまう。ここでキムを倒して、出てきた今日に対して、置き目合っていけない。チェイジャーコンボ決めて、さあダック残り3割ちょっとさあたまらずセービングゲージが1本しかないよ大丈夫なんでしょうかさあジェットを仕組んでさあアテナどういう立場で見せてくれるさあ今日はなんとか小足をヒットさせてスタンコンボに持っていきたいところ対するアテナ側は必死でゲージを貯めていますさあ最後ゴール打って生交代推進委員会さすがさあ出てきたところにはリーダー長期分かっていますさあジャンに決めてさあ前転には禁止しっかり決めてってグローバイツ残りダイレクトスクライどうするさあジェット押しさあグローナイを決めていく下側に決めてサンディベースピンはしっかり読んでいてスタンコモリは持っていけんセービングシフト禁止ヒットしてゲームラー出していくさあここからどうやって巻き返していくか中長コンボキットベートラッシュにはつなげられない交代をしようとしたんでしょうかさあ禁止がヒットこれでかなり厳しくなったさあもうガードも許されない状況アテナ残りこの時間でどうやって闇払いがヒットして生交代推進会山手選手なんとか新勝で勝利をもぎ私はこの時を待っていたということで一品がやめてく人間はユーヤンさんでさあ山手くんの実況ですねさあ頑張ってくださいですが実況は公平にやらないといけないですねさあキクラ
ガト兄弟、クラガトキム。やっぱクーラー対クーラーですね。さあ開幕ジャンピーで山手くんの方禁止投げて、さあ体力は半分になっているが、クーラー対クーラーは一回バイツを通してしまうだけで状況がガラリと変わってしまう。投げはしっかり外す。体力はほぼ同じくらい、ちょっとワンピー側がフリーだが、AB からバイス、レイスピン引っかかって、バイス、画面端、投げて、レス、レイスピンはジャンディーが勝っている、交代して、今度は強体キム、投げて、さあジャンピー見ません。ボディがボディが必死、いいダメージを投げて、エンピさあキムを逃がしたいか、ジャーケン切り返す、強烈キックはシャグリティしっかり返す、ジャンプ通し、エンピさあドットでした。まだキム粘っている。ここでクーラーが体力少ないが出てしまって、投げしっかり勝っている。これは一発当てれば、これはスタンいったでしょう。75やってスタン55、これいつものそっと大会補正でコンビしてしまう。ここは落ち着いていきたいところですが、ちょっとひょっているか、ジャンプ投資、さあジャンピー禁止から間違いなく決め打ち天竜でしたね。ゲージガチガチやってましたよ、ヤツさん。ということで、勝ったのはヤマトさんです。さあ、EP 側はトリコ継承者候補取る。さあ、リーダーバレーでバリカン今日は完成できるかな、できないかな。2P がベニアンさんということで見ていきましょう。珍しくもゲージ消費が激しい初手ガトーでですね、ガトー対キム。さあジャンシーにキャンディー引っかかって、ハンゲツさんいいダメージロー。さあガラスのハートのトルさんが、さあ心が折れそうだぞ。さあシンガシンガエディ、うわうわゲージをためていく。さあだがキムは体力勝ちして、俺はこのままタイムアップでもいいんだぜ。さあジェップヘッド氏がキムが競り勝って、登場ししっかりめくりガード、じゃあぶっ通し、前蹴り通してしまう、ショック、シャグリティが疲れる。さあキム、この徹底した立ち回りでじわりじわりと体力を減らしていく。ジャパン、さあシャグリティは後転で拒否。さあキム、かなり徹底している、体力をどんどん減らしているが、ヒーティング力が体力にならない。さあロイヤル、こちらもしっかり落とせ。さあ残りカウントは50秒切っている。じゃあぶっ刺し、アンゲスさん視聴客、さあこのキープかなり徹底し、ここで生交代通して遠心。さあキムはまだ徹底している、ここでキムようやく倒す。登場時はめぐりは絶対に拒否。さあリーダーエイジだ、これは暫定差が飛んでくるのが怖い。コマネが乗っているのでとても怖い。暫定差しっかり落とす、見えている。カウンターして暫定登録権、しっかり高ダメージ取っている。アッパーカット、さあじゃあ逃げジャンプ沸騰しが徹底しているデニアさん。さあここでセービングシフト、だがスキルゲージ2本なので
ゲージ、スキルゲージのみでこのクーラーを倒しきればまだドアッチャーあるが体力は厳しい。中段通してさあここでセービングシュートになってしまった。これで残り8秒当たってしまう。これはもうトルさんがバレコを発動する前に終わってしまったさあ勝ったのはベニアさんです。さあ1P 側ヤマピー選手です。 2P 側は2位のアイドルトルさん。さあ先ほどはバネのリーチョを1回も発動セーブに止められてしまいましたが、今回はまあ1回ぐらいは発動をお願いしたいところですね。初手はクーラー対ガト。さあ監督ガト通し遠心が引っかかる。さあガトクーラーがクーラーに対する対策はやっぱ遠心がいいですね。さあいらないで締めてブレスを吐いていく。さあ後方が目まぐるしく変わってバイツでまた切り返す。こっちも負けてねえぞ。またバイツ今度は気持ちが空回りしてしまったが、いらないで締めてスライダーシュート爆声を買っている。さあこっちも折れてねえぞゼロキは。こっちも折れてねえマックスエッジすごい試合展開だ。エンディングが引っかかって、さあお伝えここはスキルゲージ使ってしまった。これはスタンコンボ食らってしまう感じですか。さあタッチの地位やってしまって、これでリージョンを発動した。スタンコンボリージョン何やってんすか。これはないでしょ。ていうか完走すればドヤ顔できるぞ。4-5バックスして、はい、おーエースまでしっかり持っている。完走基本コンボやって、これもう一回2、これは相手が落としてくれることを祈るしく。さあバネコンしっかり今日は完走してみました。勝ったのはトルさんです。まだまだ青いわね。さあ 1P 側はエースエンジナーの、はじめさん、 2P 側はなんと名古屋からお越しいただきましたコロビさん。ハンバーグ、カレー、イヒーとっても美味しいよということで、キング対アテナ。おっとこれはレアキャラ同士の対決だ。これは動画勢の皆さんしっかりチェックしてくださいね。これ普段見れない対戦ですので。さあ動画勢といえ私も動画勢ですので、すごい嬉しいですこういう対決見られるのは。さあ開幕ベニスストライク、しゃがみ D、 しゃがみ C、 サイコボールディフェンダーやったがちょっとお高めなし。じゃあぶっ通し、さあ前 D、 フェニックスアローでガンガン固めていく。さあ体力減らしているのはアテナの方だ。やっぱ初手アテナのこのゲームいけるのか。サイコボール引っかかって、フォローられて研修隊アテナ社会 AA から先進歩。さあジャンプ昔が減ります。だからマイビーを軸にしたこのアテナはかなり知っている。やっぱアテナのマイビーは派生6フレで最初から空中くらいになって、フェニックスワードをキャンセルすればほとんど尽きないという超高性能技です。リフレクターで跳ね返す。さあアテナが粘る粘る。さあはじめさんこのアテナをさっさと倒してしまいたい。直球内引っかかる。チャラ DA 先進歩サイコボール。さあサイコパワー同士の戦い、ジャンプに NC ファイターパンチ強いです。リズムが引っかかって直球内重ねる。
ただ体力が金数もう少ない。さあマリンロケットで画面端コマ、さあ記者が BA 当たってパキャゴンゴでしっかりダメージ取っていく。ジャシン投げて、これは速い。さあここで生交代、もしかしてカメハメハが、さあはさあはだがやっぱり両体暴行とかがかなり来そうだ。さああっという間に暴行体力残り、しゃがみへ出ちゃったか、なぜかしゃがみくらいで使ったか、さあしゃがみへのターゲットやったがコンバでいけず、残り1割エビ引っかかって、なんで桃子出てきた、なんで出てきた、これはマリン、さあリーチョー、あーなんとやったか、対空にはちょっと遅くてならないで勝ったのはコナミさんの勝ちです。いひさあ続きましての試合はミーゼ同士の対決、 DSR さん対、サイバーカさん、アーデルハイドからこちらのリーダーカゴ、サイバーカスもオズからガトーにシフト、だが リーダーはキムだ、キムもリーチを減らないというので超高性能ですよね、何でも引っかかったら確定で3割5分っていう感じですよね、何でも判定ですのでどっからでも拾えます。さあ焦点はクーラー対加藤、さあ前転してしまって強プレスが引っかかってしまう、いらないで締めて、これはガーフプレスの患者、登場時はダメですけど今回の大会のルールでは起き上がりしたガーフは加算ていいというルールですよね。さあバイツで運んで残り体力、バイツがちょっと出なかったか、さあジャンプした時にプレス引っかかって、もうまたにクーラー対クーラー対決に行ってしまう、ミスジャンプ打ったし、さあクーラー対クーラーはじわりじわりとした対決ですね。さあマックスエッジがちょっと出なかったか、さあプレス入ったところにガーキャン出て引っかかって、さあ変化の方とカウンターからの遠慮リーチを決めて残り体力3割ですが、スキルゲージ2本ですよね、いつでもさあゴンボに持っていけるという状況。さあここはクーラー対クーラーにシフト、いい生交代だ、さあ全然待っていてしっかり TC で勝っている、ここはキムに交代、さあジャンプをしっかり非転脚で勝ってジャンプ吹っ飛して次行け、ここはゲージオンゾーン、さあ中段余裕で見えてました、右から立つの余裕でした、それはもう一度、さあ全力まで強烈ピン、バイツ残り1割、これはガトー DSR さん買い取りたいが NBNBNB タブルセービングシフト、メイクにジャーシー当たっていつもの腹からのスクランブルダブルボンバー、さあジャンプ行ってほしい、ジャンプ行ってほしい、ペーパーキャノン、レイズピン引っかかってしまってバイツちょっとシフトまでいけなかったか、ガーデン絶景を知れば半額だったんですが、ガーデン絶景をちょっと送ってしまった、左レイズピン、強レイズピンはねガード差し有利ですので、ザコーの高いからがかなりガス行動です、ガキャン後転してやったが大高め引っかけ、ペーパーキャノン引っかかる、ディエンサーに切り返す、残りカウント8秒、さあしゃがしから天竜やって残り体力同じくらいだ、収穫、さあジャッジはミキが、さあなんて今リーダー方脚に選んだのか分かりましたね、なんていうか逃げるためでしたね。さあ手前側の巨体見ていきましょう、バンピー側佐川急便、キャラクターはクーラキムガトーでしたが、今回もやはりクーラキムガトー、リーダーはおそらくガトーでしょう、サコロ選手ジルバー、マリー、グリフォン、リーダーはジルバーですね、初手はこれはクーラ対、誰でしょう、グリフォンでしょうか、初手はグリフォンです。さあこの試合に勝った方が決勝トーナメント進出です、注目していただきたいと思います。決勝トーナメント進出をかけた試合、さあ初手クールでグリフォン、
さあ始まりました。まずはポセイドウェーブ、チャンシー下がってレースフィンシット決めて倍率まで、これで 3.5 割も減っちゃう。こういうキャラです。伸び足でブレスの固め、立ち合いで切り返してしゃがみ、通常後の判定は強いグリフォン。3人決めて、気づいたらゲージがもう1本溜まっている。さあジャシー9対5下がって、さあジャンフットマシー、さあ体力的にはほとんど変わりません。ピンで決めてレースに出す、しゃがりからアクティブティフォン決めて、残り体力1割、もう1回アクティブ出すがレースに避けられちゃって、先手取ったのはサゴル選手、出るチェナキム。さあブルーマリ対キムは、キム側は少しやりづらいんですけども、さあしっかり前転ディア PC 出していく、出てきてるのはゼルバー。さあゼルバー、ガトーに対してはもちろん厳しいんですけども、アテミが、さあジャンシー決めて、ダイダルスまでしっかりハスキバ決めて、さあ天竜ですがしっかりガーキャン後転で避ける、対策しています。さあゼルバーに答え、さあ後転に足向けがついているので、さあ後転の性能はまさに真逆のキャラクター。さあキム出てきてジャンシー決めて、商品まで決めて、金融決めて、決勝ダメだし、さあサワーカロ選手生交代、推進会委員長サーガはまさかの予選敗退です。実況が本キャラと言ってましたが、これからは実況に専念していただきたいと思います。ゲームオーバー。が座ってるのがペコ選手、京都のふわふわ動画でサーフィンのおなじみのペコ選手ですね。 2P 側は我らがアイドルで、コンボとギターとデータとイケメン担当のトリさん。さあキャラはもちろんクーラーオズバネ。さあデュオにするとヒーローになれるぞ。さあ安定でビニュアル安定でビニュアル。そしてクーラ対クーラ、同キャラになった。さあ先にバイツを当てて強制弾に持っていった方がかなり有利に運べるよ。さあ開幕キャンシーめくれ、こんなガフテストなんか言っている。さあ後転に拒否して、さあまた見えないめくりをやっているこのトリさんって人、何なんだこの人。さあジャンシーでクーラー落として、さあ紐脚で連携をやって立ちっぽし、レスピンザワザワザワ。さあリーチを発動して、これがホッケの2回。さあ安定で、さあちょっと失禁なかったか。さあ2キロアップし、これ見えません。さあ登場時は設定が前にちょっと暴発してしまったか。これはトロさん心が折れるまで、あまだワンチャンありますね。ちょっと大会のせいかトロさんも緊張してる。さあスパキャンでちょっとランプが出てしまったか。じゃあぶっ飛ばし 3A カウンターで拾って勝ったのはトリ選手です。うわご機嫌に。
私は軽くこぶられてしまいました。この山ごもりした軽ダッシュはかなり仕上がってますね。さあ山ごもりした軽ダッシュとは誰のことなんでしょうかね。誰も知らないですけどね、はい、ジルパーグリホンマリー、リーダージルパー、そして右側は2位のアイドルトルさん。さあ先ほどはトルさんは綺麗に華麗にバレコンを決めたんですけども、今度のこの軽食者候補のトルさんはちゃんと完走できるのでしょうか。ちょっと怪しいですけど、ちょっと怪しいかもしれないですけど、皆さん応援しましょうか。さあ開幕はグリホン対オズリー、さあ逃げ出し、さあ体力グリホンがやっぱ立ち回りから減らしている。なんだこれ、順番間違えたのかこれは。生交代で2匹いく、しゃがみにエンディ、やっぱりガトのエンディは当てて大幅有利な上にやっぱ飛び通しもなるのでかなり強い技ですね。チェストチェストって感じです。さあヘラクルスルーから大ドロス超飛というマニアックコンボ、これがサーコロンポだ。さあガトを殺し切って、さあ登場時はちょっと警戒して後転ワイヤーして、これは当たってしまう。エイシー、これ一発当てればスタンコンボという状況ですよ。さあリアルカウンターのからコマだけ蹴ります。ちょっと腰当たっていたがコンボに持っていかずスキルゲージが2本でお互い倒ってしまう。これはサーコンさん大幅に有利な状況になった。このままこのオズワルドを殺したいところが生交代通してしまったが出てくる、バレッサにコンボを決めてセービングシフトを誘った。ロイヤル落とした、残り1割、これはグリホン、楽しいキャラのグリホンをシフトしたいが、さあ AC からコンボ決めて、さあ残りはバレッサのが来たよ。よし1回はいはいはい、1回2回3回4回5回しゃがしからちゃんと完走している。さあまだ分からないぞ。さあバネッサのリーチョンはまだ発動できる。さあ前転からさあ大ドスやったがちょっとシフトが出なかった。さあバックステ狩りの、お歳暮名で勝ったのはサコロ選手です。一匹側は関東勢、リュウミさん、で、お天気に一匹側関東勢のリョウジさん、この二人はいつも、新宿ラスベガスや渋谷の渋谷会館で対戦しているということです。さあリュウミさん、さあ今の今まで本キャラをなんだかんだで決めてなくてまだ悩んでいる、まだ悩んでいる、大会ですよ、何やってるんですかリュウミさん、早く。さあ安定のリュウコチーム、そして皆さんよく見てください、この一番最初に選んでいるというね、この嫁度合いがね、やばいんでね、この人ね、嫁はやっぱ一番最初に。さあ初手ユリ対、ガイでしょうかね。さあガイもね、裏キャラの中では屈指の性能を誇ってますので、さあ身内対決ですね。バビってやっつけちゃうぞ。さあ外幕ガンダッシュで攻めていくのはリョウジさん。さあユリしっかりカード、やっぱ判定ではユリに上に行くキャラってワンちゃんいないんじゃないかって思うぐらい判定が強いですね。さあユリよりからしゃがしサンディチョワッパー、コンボしっかりやっている。さあ詳しいバッキー放脚、さあキンディが地上で引っかかって痛いダメージ、しゃがし貢献サイファーでダメージ取っていく、ダイドルサティックで顔を倒している、うまいぞヤシ。さあエンディ引っくる、さあリュウミさん嫁死んじゃいますよ、嫁が
読みが NBA 通じて読みがジャンピーに飛んでしまう。登場時はジャンピーからイクロスクラッシュ、しゃがみで暴れをしっかり潰している。さあジャンプ出し、ジャンプ出し、ジャンピーから大丈夫です。なんてしゃがみなんだ。前が出なかったか。なんだこの山口ゴボリした系ダッシュと言われている。このはい、ジルバーをベンチやったが、しゃがみくらいで残列がつながらない。残列系登場時重ねている。これはスタンゴボね、いくでしょう。さあリュウリさん、レバガチョ頑張るか。さあここは外見徹底したいか。なんとここはまさかの補正切り。じゃあね、さあリムさんまだキングですんでね、ストラップとってしっかりやっている。まだ分からないぞ。登場時は徹底にしっかり拒否。じゃあね、ジャパン、さあ AC 引っかかってまだ分からない。しゃがみでいいね。ちょっとバクセン買ったか。まだ分からないぞ。ちょっとこれ大会ですよ。超熱くやっちゃいいんですか。これはミオコの付近で、これはちゃんとスパキャンコンボで決めて、しっかりとミオリさんやっている。ちょっと大会の挑発とかさすがにないでしょ。さすがにね、挑発をしっかりお得にしたミオリさんの勝利です。さあ、一品側に座るは、関西を拠点にやっているイレブン界の帝王、帝王、まあなんか、すごい強い人です。ということで、オズクラ、携帯したい。で、二品側の好みさんですか。ちょっとキャラ見えなかった。リーダーウィップでしたな。さあ、ウィップが初手だ。ウィップかすみ、モモコ、リーダーモモコ、すごいぞ。どうかぜ、皆さん歓喜ですね。これはバキュー暴発してしまった。カードなきで蹴り継続、こうしたらコンボ持ってってカードなきで攻めて暴れ潰しを立てましたが、しっかりガードしている。この3者が引いて、ちょっとストリングスでところでジャンプに当たってしまった。石投げて、ポケに投げる、バキュン、石、さあやっぱウィップが雑魚が高いのね。大損写真見えません。ここで三振しまう。初手戦取って登場時、さあモーゴは雑魚が低いか。さすがに大損は無理か。モーコンゴやるか。ヒップ投げる、ヒップから黄金連携、ピンクサロー、ここで勝手に変えたが、さすがにコンボ繋がってないので、これはスタンコンボが肉でしょう。おっと、ユウ様、これが大会予選。ちょっとジャンディーの速度が速かった。 NA からジェンドライブ、この辺はさすが全1系ダッシュしっかりしている。こんなもこで下がるからバイツでお星さんになっちゃやったが、全部見えていたジャージーからエースやって残り取った。ジャージーやって勝ったのはユウ様です。仕方のない人ですね。さあ、一品ガーソルナ、コバトシ選手。さあ、嫁のアテナを捨ててガトーに浮気している。続いて、スイビー側はこちらの関西のクラガトキルの、ノリさんですね。関西の風神雷神の風神とはあの人のことらしいです。で、正体はダック対クーラー。
リングはクーラーを倒すところから始まります。くるくる待って強烈に、さあ三振をしっかり投げて、さあジャンシーから禁止ブレスで画面端、これがガンバしっかり固定に回避、キャンディこれが年足系クーラー対策、レイスピンを後天に返してクールコーンを入れるというね、かなり高騰です。これはジャンシーレイスピンを後天に返る、これがうまい年足系、ジャンシーまた後天しているぞ。ブレスさっさと倒していがマックス H が出なかった。さあ禁止が地上でつながってバイツ背面はジャンプでクレインゲッブレス、さあぶっ越し、さあブレス引っ掛けてしまって、これはちょっとコンボ安かったか。さあ後転をしゃがみ D で勝ってジャパンを投げる、じゃあぶっ越しタッコーチはもうガケリケルス全部見ているマックス H しっかり落とす、こちらのジャパンをシフトしてしまったか、これはスタンでしょう。ああさあちょっとスタンしなかったか、ねえコンボがかかって天竜ですかね、ノリさんの勝利です。その程度ならやめてしまえ。さあ僕はこの日を待っていました。待っていました皆さん、この生交代推進委員会が3人でこの大会でね動画で埋めてたんですよね。身内同士の潰し合いです。チェナーマークサイン潰し合いが始まります。さあね、これは1P が山手選手、 2P が鳥選手です。ちなみに告知ですが、日曜夜9時から KF11 の、対戦動画流しておりますので、そちらの方もご感想ください。さあ山手くん、今回は牧島で荒らすつもりだ。マトリさんはいつも通りクーラーをズバネ、そして山手くんの安定のリーダークーラー、想定はクーラー対牧島でしょう。ですがチョリさんの牧島対策はかなり完璧です。そこを荒らしきることができるのでしょうか、山手選手。さあ開幕レディーゴー。さあ一気にジャンプ打ってほしい。プレス入って、さあ裏に行ったか、ここでコア投げ、もう一回コア投げ、ガードを固くなっているところをしっかり勝っている。さあエンディのところにバイス引っかかって、プレスレイパーキャノン、ジャンプ1しレイスピン、ちょい寄せ気味出してレイスピンを勝っている。さあ厳しいから今度は投げて、いいジャンプ D をしっかり見ている。下が1位で割れたか、ちょっと大ジャンプになってきて、クーラーでこれはさあさすがにブリス出る前にセービングしないと死んでしまうのでね。さあこれはでもスキルケージに回るので一発当たっては死んでしまうという状況。さあ山瀬は必ず距離を取って強に交代したが、生交代推進委員会、生交代の垂れ方は完璧だ。ドーン焼きでしっかり落とす、ジャンプ落としだがスキルスタンゲージがやっぱりしてしまう。 3A からエースしっかりバシュー、これきついがリーダークルーのまだ分からないぞ。さあ登場時はこのレスピンで切り返すが、裏に回っていたブレイブレイ的なことが起こってしまった。 AC から発動して、はいはい1回、はい、鳥さん今日はコンボ落としませんでした。山本選手、リーチは発動した時点で手を合わせていました。お疲れ様でした。さすがに生交代、裏の支配者の力はやばかったですね。
さあ、イピカは新潟、新潟に住んでないけど新潟勢のサーコロさん、そして次は今回の大会の主催者サイバーカズ選手、キャラは日本スーパーマリー、今回は焦点マリーにしたぞ、マリー対クーラー。さあサーコロさん、マリーでクーラーをちょっと対策してみるか。さあ逆にサイバーカズさん、最近ガチ勢になったばかりということですので、マリーにわからん殺しされてしまうのか。さあ開幕開幕スライサーで突っ込んでいく。さあジャンプ突破し、ブレス引っかかってしまって、いらない、今日ブレス、今日ブレス、ブレス入って固めていくか、ジャンピーでダメ、ここはシフトを使ってマリーを引き残す。バイツでしっかり落とせ。さあリバーサークリップ Q1 で毛玉をかしつつ、今度はレイスピンでバイツ、さあしゃがみ右から強レイスピン、レイスピン三振から、さあバイツ強気だ、強ブレスを前提から投げてマックスエッジ、画面見てくださいよ、さすがにエンディから、さあジャスハリケーンやっていいダメージだ、ジャンプ落とし、さあ右ジャンプで切り返して、こちらもまたマリーを呼ぶ、腰からバイツ、さあリアルカウンターのところにレイスピンを当てる、ここで生交代、キムに交代、現在比叡山しゃがみし、さあリーチョーが出なかったか、タイミングがちょっと足りなかったか、ジャンプ落とし、一発当たればスタンコンまで持ってきている状況、アゲザン、さあじわりじわりとした戦い、さあこのさあここでリーチョーが大ダメージを持っていってキムを倒したい、これはケンザで切り返す、サイバーカズ選手かなりの強気です。さあまだ当たらないぞ、ピエンザを潰した、ここでこれでキムを倒して、体力少ないクーラーをここに倒されてしまうとかなりきつくなってしまうぞ。さあここでたまるセービングシフト、しゃがみし、さあちょっとセービシフトしたいかのためにレースピンシフトを出し切っている感じだ、だけに切り返して、だからジャッジで固めているのはサーコンさんの方だ、これでこれできつくなった体力みんなドットです、きつい、投げを外して、これはエンディからじゃレースピンで削り死んでしまって、サイバーカズさんの勝利です。さあ元関東勢の、ユウ様対リュウミ、はい、関東のユミさんですね。この時はユウラシオさんがまだ関東にいた頃は毎日のリペガスで、対戦していたカードです。久しぶりの大会でのこの勝負どうなるでしょうか。さあリーダー K ダッシュ、魂の K ダッシュ対リーダーリョウ、勝戦は木村対キュウリでしょう。あ、オズだ、オズに変えてきたユーラシア選手、最近やっぱオズ、オズ系ダッシュのスタンコンボがやっぱ最初のやつ強いですからね。さあ開幕ジャンプシーをもらってしまってスタンコンボを食らうでしょうか。ですがオズ対ユリは73との73でユリとの噂だ、無理じゃねえ、カード投げてじゃあぶっ飛ばしかぶせていく、エンディ、あー TMT 対空している、もう一回 TMT している、チョッパー、リュウミさん今日はやっと強気だ、右側にカード投げて、さあ技をばらまいて牽制している、さあ 3D のところで、さあしゃがし 3D からチョッパーダブル、さあリマサ 3C を倒したが貢献、さあここでオーサーの逃がす、浦田ユリちょっと投げが出なかったか、エンビエンビ、有利のエンビは足先に絶対やられる判定がないのでマジ強いです。さあジャンシーから投げて
強烈ピン。さあ、ガーゲンゼッティからフルコしっかり決めて、残り3割、ここでナンバー交代だ。さあ、めくりジャンシーからコンボ決めて、さあ、ラーやって、ここはチェーンに行けないと判断。しゃがみピン。さあ、上りジャンシー、ジャグバイツヒート。これが減ります。リンパン量はロンゲージ、スキルゲージ2本というほぼマックス状態。これは当てみたがちょっとコンボに行かず、さあハーハドシーで暴れ潰しして、さあロンギャル仕込んでるところに光剣引っかかる。だがここはスキルゲージがユナシャさんも溜まってしまったので、天地を入れにくいという状況。さあジャグバイツヒートはちょっと出なかったか、ちょっと近いが強制ダウンなので男らなし。さあ強勝流パラしてしまって、ユーラチャさんヒート出てないっすよ。ジャンディ、さあ前へまでやってまだ分からないぞ。強バイツ強火だ、投げろ。さあ前受け身を、さあ勝利をジャンシーで勝って、勝ったのはリュウミさんです。さあベスト4級の最後の試合です。ワンピー側トマーと KP 選手、ツーピー側ノーリー選手、リーダーはアッシュとガト。さあ焦点は誰を選択してるでしょう。クーラー同士の対決です。さあ京都勢 VS 大阪勢、関西同士の対決、焦点クーラー同士どういう立ち回りを見せる。カウンターしてヒットしてクーラーバイス、クーラーバイクーラーをカウンターしてればたまに使うと、こういうカウンターを誘発させております。さあジャンシーから MB で暴れて、さあジャンプ投資、さあ暴発ヒットさせてクーラーバイスまで、体力はこれでゴール、フォアしてくれて厳しいですが、さあどういう風に攻めていく。さあジャンプ投資に引っかかって通常投げ、カメラに攻めましてレスティーダス強気です。クロバイツ決めて、さあクロバイツ出したが、これは読まれていた。さあ出現時出てくるのはオズワルド。さあオズでクーラーを相手にするのはなかなか辛い。めくりで決めて、さあジャンプ投手使ってしゃがみを食らってしまう。投手ヒットして、さあ前提、さあ投げを外す、スタンド食らって、さあクーラー側は対空の、さあ前転しっかり禁止で勝っていく。リーダー衆残り1人になってしまった。さあノリ選手はスキルを温存しています。どこで入っていくでしょう。さあようやく相手のクーラーを倒していく。ここは3拠点いくか、遅れる女子、しかしキルは禁止が間に合ってしまう。ここシットして金利から0キロまでしっかり決めていく。これは真なんでしょうか、まだ生きてる。さあここは逃がしたいが、どうする。さあリーダー足残り1人、どうする。3キロコンボを決めればまだ夢がある。ジャンプとして早打ち、さあ小足は早打ず。さあガトー側は対空いつでも OK というような状況です。さあ2ボスを出して、さあめくりいくか、さあ突き割れしっかりだけ見ています。画面にキスするぐらい見てます。さあ交代決めて、ジャンプフットしまで、ノーリ選手ベスト4進出。なかなかのお手前で。
ここは名古屋水事委員会裏番長のこと取り替え、大会主催者サイバーカス選手クローズバネタイキム・クダ今度はクーラーをショットだクダ・キム・オズさあショットクーラーでクーラーさあバイツしっかり落とせいらないポシカのバイツさあ、ドレッピン引っかかってしまった投げしっかり外せさあ、しゃがいに D をレッピンで切り返していくさあ、前傾からをしっかり投げてレッピン引っかかってバイツまで持っていくさあ、ブレスでここがキムをシフトしてキムを呼ぶハゲさんジャンプ太しこれはザワザワちょっとリーチをちょっと圧倒できなかったかさあここは近道を切り替えてやるべきことをやるちょっとこれはオズを呼びてきだったかここはリーチを発動しようったマイケンをしっかり買ってさあちょっとワイヤー出なかったかダーキャン切り返してさあダーキャンスキルゲージ2本という状況これ一発当てれば即死全然見えるダーキャンさあエンチャガミディやったところにチャガミディ引っかかってしまう当てに切り返して 3A シフトからちょっとキルコンボにしてしまったかチャガミディチャガミディさあゲージはまだ2本あるのでとヒーザー当たってしまってサイバーカズ選手の勝利ですから関西にただいま長期出張中のユーラシア3体、大阪勢のノリ選手この2人はいつも、モンテカルロで対戦しているとのことですので身内援護入ってくるという感じでしょうか焦点はオズワルドださあクーラ対オズワルドさあオズカが一発入れるかクーラが勝利しきるかっていう感じですがどうなるでしょうさあ開幕さあ前傾をしっかり投げるかっているさあ前傾通してジャンシージャンシーさあ右からカーブ投げて遠心ジャンプ通し遠心さあしっかりと対策を取っているジャンシースリーカウンターからこれはエースになったドヤ顔してるぞこいつジャッジ当たってこれはスタンコームで終わってしまったか終わってしまったかさあユーラシアさん非常に出ないと判断したかこれは大会補正当てみ投げをしっかり外すじゃあぶっ通ししゃがみにここは天竜が使ってしまったこれは痛いレスリーシートから強プレスで攻め重視投げるさあユーロシアさんコンボを決めるためになんだちょっと体がちょっと変なになってるさあ補正気味のサンティーバー出て登場時ガードしたがこれはキム対ケイダシきついさあ飛天脚から砲脚までしっかり決める最大コンボ取っていって残り触りクイック前傾から投げ中段はしっかり立っているコパンからヒートドライブユーラシアさんすごいドヤ顔してドイツもこいつもレ
3位決定戦になります。さあ、やか今度はさあ、クーラーキムが交代、クーラーオズバネッサ。いつも私はこのクリカカードだってトリさんと対戦してたので、対策はトリさんは完璧でしょうか。さあ、初手クーラー対決。しっかり反撃パイプ。さあ、ネグリジャンシーが当たってパイプ持っていく。背面はパイプで切り返す。ミス。さあ、今度は表だった。さあ、残り体力1円通し。さあ、ダブルとしてがプレス切り返して、さあ、ジャックバイスちょっと体育になって感じだったか。さあ、キンディで切り返して登場時、さあ、ワイヤー知っている。しゃがみディ一発当たればスタンコンボという状況。これはサワサワ、さあ、スタンコンボに1回コンボ完走してトリさんがやってる。さあ、ジャンプをして一曲で落とすが、ジャンプ投手の配置、これはと、さあ、ヘリオンまでちょっといかなかったか。じゃあ 3P で一曲を買っている。これはジャンプ攻撃からラップやって、3位はトリ選手です。皆さん拍手。さあ、お互い今のバチバチで皆さん盛り上がっていきましょう。拍手。さあ、スタートボタン押してください。ワンピーがユーラシア、そしてツーピーがサイバーカズ。さあ、Kダッシュ全身の力を見せつけるのか。サイバーカズはそこにマッパをかけて全地なんと名乗ってんじゃねえぞと音がめをするのか。初手はクーラー対キムだ。さあ、開幕クーラー対キムじゃないです、オズキムだ。ダジュプトシジャプトシ発脚ヒエンさん。さあ、これをワイヤーしてしっかりコンボ持っていく。カウン上げて全然できますよ。全部読めていた。キンディで勝って 3A からエースしっかり持っていく。ガキが切り返して、さあ、まだクーラーなんで絶対遅れませんよ。ジャグ昇竜ボールでショット、エビプレス引っかける。さあ、プレスのところに全体やって、これはさあ、腰当たったが、ちょっとしゃがいが出てかかっていた。ジャンプ通し中段見えている。さあ、強バイツからシフトして前衛からジョーカー、これは54枚のお届け。これはオフェルがしっかり殺す。そしてクーラー対オザルド、これはちょっと現実が東京に重なりません。シャガエンビーのところにレイスピン、バイク。さあ、ここでスタンコンボ行きたかった。さ
さあレイスピンスタンド、難しいコンボをしっかり決めてジャンプフットし、このスキル、これはまだ分からないぞ。クーナーなら全然逆転はあり得る。さあちょっとパイついなかったか。さあジャンプをしっかりヘブスライムで落として、ここはクーラー同点に変えたいところですが、ユラシア先生生答えしっかり通した。立ち太しサンディ見えません。さあ最後はしっかりとジェットライブを決めて勝ったのはユラシア先生、皆さん拍手。ドイツもこいつも。そして惜しくも2位だったサイバーカスさんにも拍手をお願いします。皆さんサイバーカスさんにも拍手、あれヒーラーなんで皆さん拍手してくれてということで、ユーラシアさん、おめでとうございます。初手戦を制して大将トシアンを引きずり出す。トシアンそろそろね2オンだからね、リーダーアテナ見たいな。チラチラリーダーアテナ見たいな。いいよいいよ、それこそトシアン。さあスーパーマリングリフォン対ダックマリンリーダーアテナ、初手はグリフォン対マリン。これはつらい、終わったーと口をつぶやいて頑張ってキャラ入れ、せっかくかぶり物してんだから勝てるでしょ、無敵三振でしょ。佐川君次、はい、分かりました。さあグリフォン対マリン、さあやっぱねグリフォン対マリンはね、マリンめっちゃジャンプショットが速いんで移動速度が速くてグリフォンめっちゃ強そうです。さあ無敵の三振が来た。さあ上段サック攻撃をうまく使わないとマリンには勝てません。5番5番右チャンシー。さあサーコさんつらいつらい、やった。さあ投げはジャンプで拒否られる。チャンシーミラクルスルーが今度は通った。おダイドロス嫌って、さあ低めにチャンシーしゃがみを買っていく。さあここでたまるセービングシフトだが、これはマリンとダックのスタンコンボがあるので一発も食らえないという状況。一発刺さった、はいはい、これでスタンコンボだ。サーゴロさん台が揺れてますよ。リードガチャ速いか、助けに回らない。そして山ゴリケイラッシュが強輪だ、クラッチしちゃって後転に拒否。ジリパーの後転はずっと無敵なんでね、隙がないんでまず強いです。ジリパーの後転はまず貸し行動ですね。さあ後転、その無敵の後転でずっとタクをかふ拒否っていく。さあジャパンしたところにコンボ決めて、さあここでタイトルつながったか、もう一回投げる。どんだけ欲深いところ、人ジャンディ当たって登場時だ、絶対的拒否。サイコボール、さあ魂の嫁のアテナで、さあラシ系の立ち回りです、かなりのラシ系だ。ジャッジは傾いてるか、さあジャッジがこれだいぶ傾いて当てにやって、なんか裏回ってるぞ、なんだなんだ。大丈夫さ、これはマキシマルマリリンでしっかり殺しきる。弾を当てるが無敵のコーヒーでさあどうか振って、まだ分からないぞ。一発当たればかけるきりです。トシアンこれはなんだなんかトラブルが起こったくらいぼったちしてましたね。勝ったのはトシアンです。
対象どうしようそれがいい。自分で言ったんだ。自分で追い込んでいく。さすが鶴加藤対ダックマリンリーダーアテナ。嫁のアテナは先ほどはかなりいい動きをしていました。バックステバックステバックステからの棒立ち最速ジャンプリーさあクーラー対ダックだ。さあ開幕はお互い距離を取って様子を見ていた。じゃあ D ニピ側の小又志選手はねホバーを使った連携がかなりうまいのでぜひよかったです。右からプレスのところでジャンプ攻撃ジャンプシーからさあなぜかレイスキーが出ないぞレスさあ前転をマイビーは当ててなかったかさあ前転で立ち入りをかわしている。さあ最終からプレスが出て残りトット同士だ。トットでももうないか。さあ初手戦だがゲージがないかバイツがちょっと出なかった。よく見たらこれリピが沿っていってるから。ということでヒーザーに切り返す。ジャシー岸切り返していく。さあなんでバックスしまくってんだ。なんだなんだゲージがゲージがあったのなんだなんだ。ジャシーさあうまい。これは逃げ使ってこっそり減った。相手惜しいです。なるほどセービングできない。うまいコンボここで殺しきれないとちょっと厳しいぞ。トシアンらしけやばいな。バクセなんかしてるやばい。バクセバクセバクセお前とはやりたくねえんだと言わんばかりにここでダガトが殺しきれ。さあフェンクサロフェンクサロ間もなく逃げ石たまるよね。これはダト辛くなるところだ。フェンクサロ逃げ石がたまったここでスタートもかこれで。さあ今の天竜はすごいダメプレイだ。これさすがにダメプレイだ。コンボはミスってもいいですけどキャラ選択はできる限りミスらないでください委員長。さあ初手はキムを出してきました。クーラー対キムは個人的に少なくとも64がクーラーが有利と思われます。さあこの、キャラの相性の悪さをどうカバーしていくでしょう。初手パスを出していきます。さあ後転で受けてさあジャンプ投手をこれでもかっていうぐらい振っていきます。ジャンエンヒットしてからクローバイス。さあヒエンナなしでレースになしでクローバイス。さあジャンプ飛び出してキンシーからブレス走る固め。さあこれはナメプレーか。さあしっかり見ています。おお、さあでは委員長かなりノーミーになっています。クローバイスで切り返してさあクーラー対クーラー。さあレイフィンでしっかり切り返していきます。さあ前転はクロバイツ勝っていきます。こちらはゲストクロバイツブレス出してさあガーギーの引っ越しちょっともったいなかったか。さあしゃがみ出してジャンシーヒットしてさあ残り体力少ない。さあシットの仕切りで画面中央に逃げます。さあオズワルドリーダーですけどもゲージが1本ようやく溜まった状態。さあ前転から 3A 出しますけどさあヒットしてそこからキム呼んでスタンまで割っていきます。見切ってジャン A。 さあ出てきたのかと。さあ佐藤委員長しっかり決めていきます。雑魚か。佐藤委員長快勝です。その程度ならやめてしまえ。
さあ 2P 側 QP 選手、リーダーはテリーを選択しています。初手は誰を使ってくるでしょう。さあジェニーを出してきました。ジェニー対グリフォンはね、まあ、大体5分ぐらいだと思います。さあジェニーのシャガビーからの固め、バーククルーズだとかキャリアビーとか使った固め強力ですけどね、ただその固めに行く前にグリフォンとリーチがそう簡単にそれさせてくれないので、さあジャンプ越しヒットして、そこからさあシャガイからシャガミディ、さあプレートメイク出して、さあ三振ジャンプ越し出して、さあ三振シャガイから NA、 さあ画面端での固め、この固めから抜けるのはかなり難しい。さあ前方首からの長期投げ、まだ一度と残っている、ジャンプヒットして、さあ先手を取ったのはグリフォン、さあグリフォンとダック、ダックもなかなかねグリフォン相手は面倒くさいですからね、これさあサミー出していきますけども、さあ地上コンボヒットしてくるくる回って、さあここからビートラッシュ持っていく、セービングシュートでブレーバリーに交代、さあこれでスタンコンボの恐怖が出てきます。しっかり読んでダイナマイトスイング出していた。さあテリーがお互いスキルゲージは変わりません。ワンスキル止まってます。サコロ選手シャグリー出して飛び道具、さあ中段出していって、さあバーウェブ出していったが、ベルバーに交代して乱撃を決めて残り 1.5 割くらい、7交代大丈夫、交代して、さあダック、さあダックはゼルバに対しては生きるキャラなので、これは楽しい選択と言えるでしょう。さあこれはビートラッシュを決めていきます。さあ安定の古典、さあ金鋭出していって、ガーゲンフットバッシュ、さあ立ち入れ出して通常投げを決めていきます。さあ TC からヘッドスピン、さあグリフォンが出てきました。さあコマ投げが通ります。いいから使わせて決めて残り1ショット、さあヘッドスピンで突っ込んだが、さあ三振からヘッドが、グリーンからしっかりダイナルスまで決めて、さあ沢子選手2連勝でベスト4進出です。さあ 2P が座るのは鳥さん、 1P がリュウミさん、さあこれで対戦することになるのでリュウミ一気に録音ができるでしょう。リュウミさんはね毎日ねベガスに行って対戦成績を日記にモバゲーで上げているということですよね。今日の対戦成績何勝何敗、鳥1勝0敗になってしまうんでしょうか、どうなんでしょうかね。それとも鳥1勝1敗の違うのか。頂点はベニ対クーラー。さあみんながベニ苦手っつってな、キャラ合わせてきたぞリュウミさん。さあリュウミさんいつもの笑顔がないぞ、緊張している。さあ頂点はベニマル対クーラー。さあスライダーシュート暴発してしまって、これは痛い。さあ雷鳴塔で置き攻めになっている。ジャンプリー、ジャンプリー、さあ真空カドドンまでガリガリ削れる。体力少ない時にこれはつらい。さあガギャンゼッテンを禁止で勝ったが何も出ない。さあここで巧みダメ出し。さあ逆にバラクーラドットだが頑張っている。バイスがちょっと出なかったか。さあ削りは拒否って肯定したが、ここでクーラが倒される。さあお舞台ベニマル、このカードも実はベニマルなんじゃないかと最近言われているカードでございます。真空片手はこのダメージ量です。さあトリさんのチームは
さあエースをちょっとミスってしまったか、ならないと判断したか。さあここはたまらずセービングシフト。さあ3コンボはミスってしまったが、ここはさあできないと判断してリーチを当てていく。さあ絶対をしっかり投げて、だがこれはザワザワ、はい、フェイタル KO ということで、トッツァーがさあ即死コンボをやっていく。中段を前提で拒否してジャンプ E で拒否して、暴れをジャンプ E で買っていく。ここは一発当たれば、これはちょっと3円届かない、一発あれば即死だが有利が、これは超きつい。さあウォーカーから空投げで、さすがにバレッサーこの体力がきつい。ジャシー A、 最後は MP が引っかかってリュウミさんが一歩取っています。さあこのカードはさっき見た、さあ同じチームでまた先ほどの借りを返すのか、のりさん、そうやそうはいかねえよと、優勝者の貫禄を見せつけるのか、ユラシアさん。さあ見ていきましょう、初手はオズ、はい、初手オズでクーラー開幕叫びようか、三様がしていく。さあユラシアさん優勝しなくてからちょっと気持ちが切り替わって叫びまくっている。さあプリス引っ掛けてバイツ、さあ壊しからバイツ、これでこのチームは大塚死んでしまうとかなり攻撃力が減ってしまうか、大塚は死んでしまう。だがこのクーラーもかなり仕上がっているので全然3キャラ持っていけるか、マックスエッジをガンガン蹴ってから死んで半額持っていく。はい、それで2択はバイク読んでいた。さあいらないし見て、これは背面しっかりガード、プリス 3C にバイツ、なんだなんだなんだ、さあまたバイツが出て、なんだバイツだ。さあ AA が当たらずちょっと殺しきれない、毎回バイツしていた。さあ 3D からチェーンドライブ、ユラシアさんさっきこれやってましたよ。さあさあ垂直 A 置いて前出し、かなりきついですかね。さあここ今は来たかったが、バイツをジャイアで、さあカーキャー切り返して、さあまだスタンコンボがある状態、逆バイク、さあ禁止から反撃だ、流星ラックデイライト、脅迫客が社会人にバケてしまった。ここで交代して、これはキムを交代したいぞ、いい生交代だ、素晴らしい生交代が出た。さあレシピシットからバイツインポッシブル、コンボは慣れと判断したか。さあ9が当たって、さあバイツ何回切り返してた。さあシャラシャラシャラナローからキティフトして、ちょっとゼロ決められない、バイツやって、さあキャインやったか、これは社会 B から殺しきる、バーキャーしか出ていたがゼロ決められてない。さあシフトしてノリさんが優勝者を倒した。さあおさあユーラシアは優勝者がここで敗れてしまうという展開になっています。かなり盛り上がってまいりました。ゲームオーバということですね、一大進行です。皆さん盛り上げて、もう一回盛り上げて拍手をお願いします。
さあ、ヒッピー側さあ、アーサーさあ、ヒーローさん、ヒーローさんと、トリさんの試合からですね。さあ、トリさん、さあ、ヒーローさんはさあ、マップラーク、エリザ、リーダーエリザさあ、いつもトリチームさあ、クラーク対クラーク。さあ、情報によるとっていうか、いつも言ってるんですけど、トリさん、クラークかなり向かってほしいようですね。さあ、全身引っかかってバイスで画面足、全身引っかかってバイス持っていく、チャレンジ。さあ、フランクに当てて体力同じくらい、中段をしっかりカード、しゃがみし、からクラークを倒しきる、ジャンプ落とし、さあ、シャガリーからバイツで亀橋、うわ、終わるかと思ったから、ナイビーがちょっとバックを押しました。これ、セービングしないと死にますよ。ちょっとこれはバイツが出なかった、シフト出なかった。さあ、バイツで起こす、シャガリー、さあ、マッチのストラフォーだ。さあ、これは禁止、しゃがみ、さあ、クーラーをここで倒しきるか、レイスピンシットからバイツで画面端へ、さあ、小足からバイツで画面端をキープして、テンテンは3塁で勝って、ちょっと鳥さん、コンボがつながっていないか、さあ、ビュンビュンして、アッパーやったが、ちょっとこれはもう苦しい、崖切り返す、キョッパー引っかかって。3段アッパー、このヘリヤバいです、まだまだ分からない、打ち抜け、さあ、弱打ち抜けはかなり有利フレーム長いので、さあ、あまり通信になります。さあ、駒投げやったが、ちょっと起き上がりで早かったか。さあ、前ビーアッパーカットに引っ掛ける、まだ分からない、じゃあね、打ち抜け、さあ、すでに大ジャンプはロイヤルで余裕でした。鳥さんが初戦を制しました。ごとん、クラーク気分、さあ、いつもランダムで対戦してるので本キャラが決まってないっていうね、大会の転ばれ悩んでるアサさんですが、さあ、残り5カウントだよ、ほらほら、早く早く、さあ、K ダッシュだ、いや、間違いない、とにかく K ダッシュとバネッサかなり K ダッシュ有利ですからね、もちろん似た K ダッシュ、クラーク気分 K ダッシュ対クラオズバネ、さあ、初手はクラーク対クーラン、さあ、初手戦、さあ、投げを使わせてゲージを貯めている、さあ、ジャンプ打ったし、アイスリスターダメージ出しをしている、ジャンプ打ったし、攻撃、ジャンプ打ったし、ジャンプ打ったし、ここダメージだ、レイスピンをマイビーで買う、さあ、いいクラークだ、レイスピンで拒否して、さあ、レイスピン2回しっかりしてる、高いところで当たると、さあ、バスケ3フレのタッチはやったからね、さあ、いいところに探しようじゃないですね、さあ、いい C ボタンだ、いいぞ、さあ、いい C ボタン、さあ、クロートップ中段アップテイク、ジャンプリーチャレンジ、逃げジャンディ、いいライズ、このクラーク、さあ、体力じわりじわりと持っていく、さあ、クラーク対オズワルドはね、クラーク側がしゃがみシーンをやるとところでバネッセル交代、
逆にバレンスで食らうとかなり食らう膝はきついですね。遠心だけでツッっていう噂なんですけど、サンディガチャ5点してしまったが、ここはだがスキルゲージ2本あるので、さあここはスキルゲージを使わなかったか。さあジャンプ落とし、アッパーカット、ここでセービングシフト。さあ残り体力少ないか。さあ慎重に慎重にいくか。ここで生交代、トッソルさん、うわいジャンプ吹っ飛ばしがホット暴力、ジャンプ吹っ飛ばし強いぞ。さあトリさんもここで一発当たれば即死という取り込みが始まりますよね。ここで判決が引っかかる。さあ禁止上がって発動、はい、攻めループです。さあ判決は出なくて最速上りジャンピー当たって勝ったのは笹です。大将を引きずり出す。2P 側はノリさん、クラガとキム、マサさんは先ほど大活躍したクラークとクラガと、さあもちろんリーダーお互いにあと、それではクラーク対クーラーだ。先ほどと同じカードだ。さあボタンをこする練習をしているぞ。アーサーさんバチバチいっている。レディーさあ回復、まあ、いらないと投げてゲージを溜めていく。ブルース入って難しい、投げて、さあロケットキックで逃げている。ロケットキックだ、難しい、エンシーが強いです。しゃがみし、いいところに置いてある。ジャンプ打ったとしてもレイシーを潰す選択肢かなりいいですね。さあレイシーはやっぱ相手が引っかかってしまうもの。バイスめくっていったぞ、投げて、さあ残り2割。さあ前転から投げ、イレブンは前転が速いですね。マジこの行動は強いです。距離2択はリバーサル2択、しゃがみしバイスだがちょっと当たらないところか。エンシエンシスライダーシュート、リバーサルジャンプ落とし、さあ壊しからバイス、まだ体力残っている。さあバイス反角しっかりしている。このクーラーかなり仕上がっている。さあ残りクーラー1割ですか。この1割がかなり遠い。バイスやってしまった、ここはセービング。順番に逃げて、さあまだクーラー来ている。さあジャンビーうまくパスですが、スキルゲージ2本あるね。スタンコンボという状況。ジャンビーディエンズワン、さあ逃げジャンディ、逃げジャンディで恐怖いっている。連続しっかり見えている。さあゆっくりゆっくり戦って、ここで天竜列車を差し込んで、まだこれでシフトして、だがゲージがゼロなのでガークラッシュやるか、ちょっと1ゲージ溜まるか。さあキャインやって1段目くらい当たる。ああ滑りがまだやってしまって、距離が変わって、さあクーラーです、まだまだ分からない。さあ相手がスキルゲージ2本溜まる前にこのガトの体力を減らしたいが、回復はゼロキもしっかりしている。見えない、まだ分からないぞ、まだクセチャだって、まだ分からない。ああ3シートこれにしゃがみ置いてやって勝ったのはノリさんのチームです。やめてしまえ。
さるのは最速でキャラを選んでいるドヤ顔さあドヤ顔でグリフォンが腕を組んでいる。この斜面をちょっと見てください。この画像今流れておるんですけど、なんか変な被り物してるんでちょっと危ないんで近づかない方がいいかもしれないです。じゃあそういうことで、グリフォンマリジルバー対キム今日ガトーですかね。さあ生交代のなんとかってやつがやってます。レディーゴー。さあ回復しゃがみして、じゃあぶっ飛ばし、前君に落としてしまうか。しゃがえしゃがえ。グリフォンの A ボタンは全部サンフレなんでマジ賢い方です。すごい強いです。判定もなかなか強いです。グリフィルはバックで回避を。しかしさあ前提から投げ、三振からヒット確認、コマ投げでこのダメージ量。さあクイック前提が出てしまった。これは痛い。ビンビンビン。この BGM やばいっす。オルスなんで中段が最後当たる。さあリアルカウンター。この投げ無敵投げ強いです。さあスクリーンゲージの先に、さあこのファンコーが2本溜まりそうだ。スライサーシュート、うまい。イカのクラッシュ、このダメージ、サーコロッポ炸裂。あそこから死ぬという、なんていうサーコロコンボ。イカのスクラッシュ、このダメージよ。イカのスクラッシュ、シュートが見えている。このグリフォンなんだ。タイミングから、さあ突き目が出ない。だからリーダーガトーなら、リーダーガトー先生ならきっと、きっとなんとか中段、しゃがみ B、 しゃがみ B で倒しきる。さあ天竜やったか、痛恨のキャイン2連発。悪つもりだが、ちょっとガーキャン後転がすごい速かったですね。うまいです。さあサーコロさんがヘラクルスルーかのわからん殺しで、じゃあわからない部分はヘラクルスルーだけですね、コンボでヘラクルスルーからドヤ顔でコンボ決めてで今もう腕組んでドヤ顔してますね、やばいっすねさあサーコロさん対京都勢のケンコさん、さすがこのゲームディオロかなり弱いです。サーフィンと違います。さあ次はクーラ対クリフォンでしょうか。おっと、これディオロン対グリフォン。さあレジオニ同士の対決だ。これ熱いですよ。まあマジレスするとグリフォンは3なんですけどすいません間違えました。さあグリフォン対ディオロン。さあこんな名戦ピックアップが見れるのはミエだけですからね。さあ皆さん加速してください。さあ前転を一気に加速。グリフォン右ジャンシーが強い。やっぱ判定で全て勝てないっすねディオロンは。さあ銀銀、さあコマ投げやってディオロンを殺しきる。おせぼめおせぼめ、投げはちょっと距離遠かったか。おせぼめ前転を投げで勝ってジャンビー。さあ前転から投げでクーラさんは何が起こるか分からない。バイツでしっかり落とす。グリドルキック当たった。さあシフトでここは確実に殺しに行く。これはペコさん心が折れそうだが、リーダー大貢献。なんて死なないですかこれ、ちょっと減らなすぎです。やってほしい。いい生交代だ。さあペコさんゲージもないから苦しい。リーダー大貢献ができるようになりたいが、さあイカのスクラッシュ補正切りで押し切る。勝ったのはサーコロシンゴチームです。
今度は3位決定戦です。ヒーローさん、さあ、イピガーヒーローさん、イピガーペロさんですね。私はクラーク、エリザ、ヨロンベグナルクーラ、キャラ愛を感じますね、ベグナルは。初手はさあ、クラーク対ギョロン。油断はしない。ということでよろしくお願いします。さあ、朝さん、宝石ハンマー、やりたいんやという気持ちがひしひしと使ってきます。さあ、ガチャガチャやってコンボ練習イベントにしている。頂点は兄弟クラ、これはしんどい。東京奈落、さあ、レシスタンドまで出し切って、さあ、ジャンシーから岸につながってブレス吐いてオーバイス、さあ、前提で拒否って、さあ、これはスタンド、さあ、7号コンボが入ってボーリーがアメージ、岸ここダメージ量、さあ、前提をしっかり投げて音がめ、前提でコットンまた拒否ってクラへ。さあ、クーラ対強はですね、やっぱクーラ側、強側 AC とかやっぱ機能するんで、その辺をガンガン振っていくことですよ。さあ、なんでアドバイスをしてんだ、ジャプトシー、うまい、奈落がうまいところに置いてある。さあ、めくりジャンピーからクーラーをこのキル、さあ、ジャンピー少しずつ重ねていて、補正切りが決まった。ドヤ顔しているぞ、だがドヤ顔してる間に生交代させてしまった。さあ、これはジャプトシー当てて、さすがにピオロドットで苦しい、さすがに生交代でしょ、ここそ生交代でしょ。いい感じでシフトしないの、チンチョフラーと死んでしまって、これ苦しいぞ、だがゲージが3本あるのでまだまだ分からない。エピエ、さあ、今日の投げが強いです、また投げる、さあ、エンビで死んで、さあ、ガンディからライコケ、このダメージだ、ジャンディーで逃げていく。さあ、ちょっと調子に拾えないと判断して、最後はシャゲミディで殺して大将の山手君を引きずり出す。ヤマル君にちょっとリーダーバネ使ってもらえませんかということでね、動画に残したいのに、ね、やっぱね、あの継承者の動きをね見てほしいですよね。まあもちろん本人に選択権がありますのでおバカしますけど。さあ、先ほどはアーサーさんドヤ顔で補正切りをやりましたが、生交代させてしまうという。さあ、もう一回、今度はこっちのハンマーやりたがる、あの解説しますですね、マリンの水地は、繋がらないタイミングで、ダウンオーチすると、ヒット補正が切れてすごいダメージ量になるんですね。そういうコンボをいろんな人が解説したのでまた見れるでしょうか。外はクーラ対クーラ、ジャンプ落とし、まあ、いいケミはちょっと軽かったか、ジャンプ落としさあ、ジャンシー、
さあ、山田さんのガードはやっぱ硬いですね。プレス。さあ、ワイヤーしてしまった。さあ、前傾をしっかり買っていく。また前蹴り。クーラー、さすがにリードしてるのは、ヤマル君の方がジャンプットし、ダンディー、いいダメージです。レイスピン引っかかって、さっきで殺しきる。レイスピン、これは、やはやはやって、これは、ザワ、ザワ、ここはチーフとしてミスってしまったか。厳しいところに、ここは確実にクーラー通しに行く。アッパーやって、上手やってこのダメージのジャンプイン。さあこれはさすがにスキルゲージ2本あるというか、ポリコンなのでいつでも死んでしまうという状況。右ジャンプで拒否。さあ走行してるように、さあアーサーさんがもうスキルゲージ2本溜まりそうだというか、補正切りがやりたいんや、もうすぐできそうだ。ジャンプ打ってほしい。中段しっかり立っている。さあ暴れつぶしで手が出して中段コート見えない。山手さんそこ見せてくださいよ。ジャンプ打ってほしい。しゃがしゅうからランプで逆に成功を釣った。アッパーカット。さあだが2術という大ダメージコンボがあるのでまだわからない。ジャンプジャンプ絶対に拒否って投げる。早いですこの投げはね。しかしアッパーカット。さあこれはドヤ顔エース。ヤマルさん打ち合わせと違うと思ってアーサーさんということは3位はヤマテペコチームです。おめでとうございます。皆さんまだ声出ますか。盛り上がっていきましょう。さあスタートボタン押して始めてください。次が沢港の新御チーム、次が鳥乗りチーム。はいスタートボタン押してください。始めてください。お沢港さん、さあこのジルフォン、グリフォン、ジルパー、マリーというこのキャラ3キャラだけを愛し続けて早6年。どんだけ頑張ってんだこいつ。すごいコンボ仕上がってるぞ。ということで対する2ピーガートリ、生放題でおじじりのトリですが、一発当たればすぐ死亡、狂気のなんとかなんとかみたいな感じですごい気持ち悪いんですけれどもさあ一発当たれば死んでしまうというコンボです。さあ見ていきましょう。初手はクーラ対グリフォン。グリフォンだ。魂のこもったグリフォンでクーラーを倒すことができるのか。ジャンプ落ち、レッツ引っかかって超マイツ、このダメージ量です。さあバックステでクライミングしている。さあバイツでペカペカ。ガキャンに切り返す。トリさんがちょっとガキャン使いたくないかチームなんですけどね。三振から強バイツが出ない。大間投げをバイツで拒否って、さあ小足からバイツ、ジャックバイツ漏れてしまって、これはさすがにマリンの超飛で殺しきる。さあここはランブですごいダメージ量だ。
バッカで押すかったジャンプが音がめなし。スライサーシフトして、ここはタムスフルトムセービングシフト。さあ山ごもりした K ダッシュと本人は言ってるんですか。ジルバーというキャラ相当この人仕上がっています。さあベッグにしっかりガードして、発動して、はい、あーちょっと落としてしまったか。だがまだ2ゲージあるので、アッパーカット、そう前 A から2段目にシフトしてしまったか。さあトリさん、ここは一丁一丁前 A から、さあここスタンコンボしっかり決めて、さあ 6A からの超飛を決めて、さあ1本取っているのはサゴロさん。優勝したユーラシアさんを倒したこの流れのまま、そこに待ったをかけるのか。さあドヤ顔でまた腕組んでいる、はい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 、いただきました。この人頭の中が外れているぞ、ね、グリフォン・ジルバー・マリー対クラガト・キム。鳥人と書いて超人と書いてありますね。さあ初手はグリフォン対クーラでしょう。普段対戦してるだけであって変な読みが発生するでしょう。さあ投げやったがレイスピンで音がめ、しゃがみじ、じゃあプッとし、それでシュート、ベクリダンシュ、ちょっとスタンドが背面牽制コンボがいけなかったか。変な当たり方をした、ブレス、ジャブ落とし、さあバックステイクライニングしたがグリフォンを倒しつつ、さあ強烈スピンでガンガン固めていく前組、ジャブ落としちょっとエッジしてなかったか、しゃがみにガキャンに切り返す。さあ AC これ確定か、ここはたまらずセービングシフト。さあこれは、はいはいはい、はい、そして天竜ですか。さあカドシュからおなじみのコンボでマリオ倒しきる、ランブで黒はもちろんしよう、だがリーダーですね、まだまだわからない、えいえビエンザンしっかり対空している、ジャブ落とし、マイビーを食らってしまって、ノリさんが優勝にバッタをかけます。大会これがラストの試合です、皆さん盛り上げましょう、開拍者ということで、クラガとキム対決となった、なんかの運命か、これはワッピー側シンコ、そしてゼミ側ノリエ、もちろんリーダーも同じ、そして順番もおそらく同じ、全部同じ、何もかもが同じ、ほらミラーマッチだ。さあ俺の方がこのキャラうまく使えるんだよとドヤ顔するのはどっちだ、俺はダメでしたということでということでクーラ対決見ていきましょう。お互いまずは距離を取って様子見るが、先に仕掛けていくのはノリさんの方、さあブレスブレス、エンビバイツ出してしまった、ここはしっかりと決める、そして背面は見えなかったか、ちょっとコンボに行かなかったか、エンビバイツボラしてしまったか、
バイツしっかり殺せ。キム対クーラ。さあここでマイビーから空中くらいでしっかり助け終わりやってる。うまいですね。ですがスキルゲージ2本あるんで3コンボの準備は完了です。さあピンハフンしながらこれは3コンボまで行くために一気に変えました。ですがスキルゲージはもうすぐ2本溜まりそうだ。ゼロ規模相打ちジャンプで助け終わりはいかなかったか。垂直でここでスキルゲージはお互い2本になってしまった。あっとここはセービングしてしまった。これはさすがにガトを殺しきれないと大変なことになっちまう。さあここでゼロキマに対してさすがにセービング。さあこのノリスケの、キムは下上でヒエさんが出ると思います。崖に行きです。メイバンと苦しく攻防が入れ替わっている。実況が打ち寄せ。ちょっとクーラーコンボミスしてしまったか。でまだクーラー残ってる。エンゲージ殺しきってコンボしっかりつなげてキンディーしゃがみ B ゼロキのしっかりダメージを加速していく。さあ暴れつぶしの効果を重ねて投げて金足。まだキムだから分からないぞ。さあスカシキンはしっかりガード垂直にジャンプ打ってほしい。ちょっと安定反撃したかったか。さあこのガトを倒せばまだ分からないが分からないぞ。上りでガーキャンガード。ここでガードセービング。ここまではいけなかったか。さあ中段しっかり見てる。なんだなんだ出て出て冷えた。やっぱ下上で出ている。勝ったのはドリ選手。皆さん握手お願いします。